はいみなさんこんにちはサイアフラボプロジェクトディレクターの石田です小松屋です佐藤です えー、本日はサイアフラボが実施しているプロジェクトアートエンジニアリングスクールの内容や、えー、9月から始まる新しいプログラムについてご紹介します。それではまず初めにですね札幌国際芸術祭事務局の野口さんより、えー、サイアフラボについてご説明いただきたいと思います、えー、札幌国際芸術祭事務局マネーージャーの野口です。 サイヤフラボのサイヤフについて、馴染みがない方がいらっしゃるかもしれませんので、簡単にご説明します。サイヤフは SIAF と書き、3年に一度札幌市で行われる国際的なアートフェスティバル、札幌国際芸術祭、札幌インターナショナルアートフェスティバルの頭文字を取ったもので、サイヤフと読みます。サイヤフはこれまで2014年に第1回、2017年に第2回を開催しました。そして3回目となるサイヤフ2020は初めての冬開催。 複数のディレクターチーム制、現代アートとメディアアートを2つの柱として扱うなど、これまでと大きく方針を変更し開催する予定でした。しかし、新型コロナウイルス感染症が収束しない中にあり、旅行制限や移動の自粛、冬の札幌の魅力と合わせた作品鑑賞が困難となる可能性があることなどにより、中止となってしまいました。 サイヤフ2020は企画していた内容を皆さんにお伝えするため、引き続きディレクターニュースなどの動画配信を継続的に行っています。今後もウェブサイト、SNS をチェックしていただけると嬉しいです。そしてサイヤフラボ。サイヤフラボはこの3年に1回の芸術祭を支える文化の土壌づくりを目指し、2015年より活動を開始し、札幌資料館のサイヤフラウンジと プロジェクトルームを拠点に芸術関連のレクチャーシリーズなど人材育成プログラム、市民共同型のプロジェクトを行ってきました。2017年以降はアーティストの立場に立って実際に作品制作、演示や講演,を行うアート講演を行うアートプロジェクト、北国札幌の暮らしの中での可能性を模索する研究開発、そして人材発掘や育成の3本を柱として活動しています。最悪2020は中止となってしまいましたが、 サイアフラボはアートエンジニアリングスクールをはじめ引き続きさまざまな活動を行っています。はい、ありがとうございます、えー。次にサイアフラボの今年度の取り組み、アートエンジニアリングスクールとはどのようなものなのかについて、えー、小町屋さんからご説明をいただきます。よろしくお願いします。はいえー、サイアフラボでは、えー、札幌文化芸術交流センターのですね、スカーツさんと、 まあ連帯してですね、えー、アートエンジニアリングスクールというプロジェクトを、えー、スタートしていますで。このアートエンジニアリングスクールは、えー、現代アートやメディアアートの、まあ、作品制作や、えー、展覧会を支える技術と、まあ、その基本的な、まあ、考え方ですね、アートエンジニアリングという言葉を使って、まあ、体験を通して、まあ、知る機会ですね。 そういったものをあの作っていこうということを目的に活動しています。で7月から、まあ、YouTube を使ってですね、サ a y ラボチャンネルで動画配信をすでにスタートしておりますが、あの y a f l a プロジェクトリーダーのですね、久保田昭弘さんによる、まあ、アートエンジニアリングに関する講義ですとか、あとはスカーツのテクニカルディレクターの岩田さんと我々で えー、一緒にですね、プロジェクターや音響機器、まあ、そういった展示に用いる機器の、えー、演習なんかも、あのー、動画を通してですね、これまで配信してきました。で、9月からですね、えーまあ、第一線で活躍する実践者の、えー、制作現場や、えー、バックステージを見学するような、えー、授業っていうのをちょっと企画しておりまして、 そのバックステージパスという、えー、そのプログラムを、まあ、今回スタートしようということになります。で、その、まあ、第1弾なんですけれども、ちょうど明日から、えー、9月4日になりますけれども、えー、リフレームシアターエクスペリエンスウィズユーというまあパフュームのライブドキュメンタリー映画が、えー、2週間限定なんですが、えー、全国の劇場で、まあ、公開されるんですよね。 ですはいこれ多分もうこの動画見てる方結構多くの方知ってると思うんですけどもあの面白いのがあれなんですよね劇場の副音声のシステムを使ってその舞台裏の演出とかの技術解説とかあの本当にもう裏側の種明かしっていうのをもう副音声で解説してくれるっていうところがかなり魅力的であの実際にそのライゾマティックスの真鍋大斗さんとかあと石橋元井さんがあの実際にお話しされそうなので楽しみにしてます。 そうなんです新しくスタートするバックステージパスなんですけれどもその第1回目はですね、えー、10日とちょっと、えー、9月の15日にあのスタートするんですけれどもなんとその、えー、ゲストはですねそのライゾマティクスのディレクターの石橋元恵さんをお招きすることに決まりました <laughs> そしてですねなんと ライゾマティクスのです、ね、スタジオに、まあ、オンラインでライブでこうつないで,です、ねえー、見学会をしようということになっています。あだから、まあ、バックステージパスっていうタイトルなんですよね。で、まあ、ライブなんかでもこういうそのバックステージパスっていうのを持っているとあのいろいろこうアーティストの。 裏側なんていうのを見れたりとか、本当に設営の裏側とかが見れたりとかっていうことで、まあ、すごく、なんていうんですかね、貴重な、なんかイベントというか、試みをしようっていうことになってるってことですよね。そうですね。えっと、せっかくなので、えっと、本日はですね、石橋さん、石橋元井さんからビデオメッセージをいただいておりますので、えー、ご覧ください。こんにちは、ナイゾマティクスの石橋元井と言います。 えー、今回は、えー、ライザマティクスのスタジオの裏側をちょっとだけお見せして、普段どんなところであの作業をしてものを作ってるかっていうのをちょっとだけでも体験いただけたらと思います。よろしくお願いします。はい。ということですね。 はい、まあ、石橋さん、本当にありがたいですね。あの僕とまあ、小町屋さんはあの2015年に真鍋さんと石橋さんをまあ、札幌にお呼びして、えー、当時のカフェでちょっとトークを、えー、していただきましたけどすごく懐かしいですね。すねまあ本当にあの時もいいお話をたくさんいただいたんですけどもまあ、今回の。 えとまあ、授業というか、このレクチャーの申し込み方法っていうのがありますので、そのちょっと詳しい方法を、まず船戸さん、ぜひちょっとご説明をお願いしたいんですけれども。はい、えー、とじゃあ、申し込み方法ですねあの。申し込み方法はですね、本日の18時から、あのサイヤフ,のサイフラボのホームページの方ですね、あのサイヤフラボ .jp の方にて受付を開始いたします。 で、申し込みフォームに、あの、必要事項がありますので、そちらに入力していただいて、えっと、今回、あの、すいません、定員がありまして、定員が、あの、20名になってますので、えー、申し込み多数の場合は、あの、すいませんが、ちょっと先行があり、先行後、参加の、あの、可否をこれ絡い出します。 で、実際当日はですね、あの、今回、あのー、こうやって配信しているような形で、ビデオ会議システムのズームを使いますので、あのー、実際、そのズーム上で、石橋さんとか、あの、ライゾマティクスに関するような質問とかの対話も、あの、できる時間がありますので、あのー、ぜひ参加される方、なんか、こういうこと聞いてみたいとか、あのー、ありましたら、ぜひぜひ、あの、質問を持ち寄って参加をしていただければと思います。はい。 はい。船津さん、ありがとうございました。えっ、ー、と、申し込みはですね、えー、本日9月の3日の18時から、えー、それから9月の9日の18時まで、この7日間になります。参加の申し込みお待ちしております。えー、レクチャー動画もですね、いろいろアップしておりますので、そちらもぜひご覧いただいて、アートエンジニアリングスクールの世界をちょっと見ていただきたいなと思います。えー、それではですね、9月15日の バックステージパス、それから見学授業ということでですね、そちらのところで皆さんにお会いできるのを楽しみにしております。えー、皆さん、ぜひどんどん応募よろしくお願いいたします。それでは皆さん、またお会いしましょう。さようなら。<music>